どうもロッチン TV です。本日はですね、ドラゴンクエストトーク、こちらのゲームに新装備、そして新職業スーパースター、あとはね強敵とかいろいろなコンテンツが来ています。で、今回この動画では早速このガチャの武器の性能、そしてガチャを引いて実際のモーションだったりね、性能だったりを見ていきたいと思います。ということでね、最速ガチャ動画をやっていくために、まずはこちらタイマーをスタート。さあ、ということで最速いけるかということでいきましょう。まずね、性能紹介なんですけども、スーパーノヴァ、注目のスーパーノヴァの属性はメラ属性全体となっています。これはもう完全に予想的中しましたね。まあメラかギラとか言ってたけど、まあメラでしたね。で、やっぱり爆発のモーションがあったから、ビッグバンとね、ビッグバンソードと同じモーションっていうかね、あのエフェクトだったからメラ属性という風になりました。いや、これボルケーノウィップとどっち火力出んのとかめっちゃ気になるんだよね。一応敵全体 280% だから、今までのね全体攻撃よりも強くなっていて、やっぱり1周年より後の武器は倍率が上がっているって形ですね。これも事前予想と同じ予想が的中したという形になります。で、シャイニングエッジはね、事前に出てたんですけども 330% 無属性耐久、そして三河市率を上げるっていうスキルで、まあ、これもね使いどころがありそうです。で、プラスしてね、素敵なダンスというスキルがあります。これは新スキル。素敵なダンスで敵一体を踊りに誘うというもので、まあ、踊りという状態以上は、まあ、休めみたいな感じで、ドラゴンクエスト他のシリーズでもあるんですけども、まあ、これが新しい状態以上っていうところでね、これめちゃくちゃその接待される踊りがめちゃくちゃ弱い標的とかがね出そうな感じがしています。で、あとね、サメハとかいろいろあるんですよね。まあとりあえずこの素敵なダンス、シャイニングエッジあたりは、まあ結構この固有のスキルなんでね、普通に強そうな感じです。あとゾンビ特攻とかもあるからね、普通に強いかもしれない。あとは回復効果もついていて、まあスパスタのハッスルダンスを上げるとかね、攻撃も回復も両方できるみたいな万能武器にもなっています。で、あとね、防具も結構強いです。まあ、まず強いのはゾンビ耐性とかついてて、あとね、特技 HP 回復効果ついてます。まあ、このことから今まだスーパースターの詳細は見てないんですけども、ハッスルダンスね、ハッスルダンスが特技 HP 回復効果で上がるんじゃないかなっていう感じですよね。で、あとは属性ダメージに関してはメラ属性 5% がついてるから、まあ、1周年後の武器、防具は全部この 5% アップがついてくるから非常に強いですよね。で、一突で攻撃力とかつくから、まあ結構世界樹とかとね、似てる感じではありますよね。で、あとはね、胴体がめちゃ強いですね。まあ 5% のダメージとか、いろいろさっきと同じのがあるんだけども、このね、ギラ属性耐性 5%。で、こっちにも 5% あって、まあギラ属性耐性 10% までいける。なんか今後もギラ属性の敵が出てきた場合は、本当にこの胴体、めちゃくちゃ使えるようになるから、まあこれはね、突しないと取っといてもいいかもしれない。もしダブった場合。この耐性面がめちゃくちゃ優秀です。あとバギーもついてるね、今回のね。で、ズボンですね。ズボンはまあ、眠り耐性とかだから、まあそこまでではあるんだけど、まあ普通にね、メラ 5% だから、今までのさ、天空装備とか、あと魔法戦士装備とか、であとデスピサロ防具とか、そこら辺の攻撃倍率を悠々超えてきましたね。やっぱり1周年で防具はね、本当にね、1周年前のやつより、もう1周年後の火力が強いっていう感じになってるから、まあ、一卒攻撃力もあるからね、防具も強いという形になっています。ということでね、早速、最速で、ガチャを引いて最速で、まあ、モーションなどを見せていきたい。まあ、とりあえずね、防具はね、パーセント盛りなんで、武器を引いたらね、すぐモーションを見せます。最速いけるか。チケットは200連。まずはチケット20連からいきます。さあ、お願いします。いや、今日はね、結構ね、強敵とかも忙しいし、あとはね、まあ、スーパースターのレベル上げがあるからめちゃくちゃ忙しいよね。なんで、この動画は最速で上げたいというところなんですけども。銀世界。ちょっと待ってよ。足りるかな、ジェム。まあ、今回ね、メラだからね、ボルケナイプとかでも代用できるとも言えるって感じなんだよね。スーパースターに使うならもちろんブーメランが一番強いんだけど、まあ、普通にメラ全体はあるからね。引くかどうかっていうところはね、判断ね、実際に、まあ、火力とかね、研究深めてからまた動画出していきたいなとは思ってます。まあ、メラ全体だからな。まあ、皆さん、これ引きますかね。結構ね。まあ、唯一無二ではない、そのメラ全体だけを考えたらね。他のスキルは強いって感じ。さあ、ということで、チケットが速攻的に世界だったんで、ジェムの方行きます。お願いします。とりあえず、武器だけ欲しいな。まずは、最低でも。え？ちょっと待って。タイマー動かしてるけど、これタイマーめちゃくちゃすげえ時間になったらどうする頼む。
闇ガチャだけは勘弁。武器くださーい。あとな、武器がほんとね、もしかするとね、レンジャーでも使えるからね、状態異常とかさ、踊らせる効果とかあるから、普通にレンジャーにもそのメラ全体として使える。まあ、あとはそのボルケーノビップとの比較っていうところもあるから、ちょっとそこを見せてほしい。さあ、来るか。やっと21個目来たんだけど、これほんと闇ガチャすぎん。普通に10連3000円だからね。最近俺は、うわ、キャレのタクト。最近俺はさ、このガチャをさ、やっぱりさ、節約してもいいと思ってるんだよね。なんか4凸しても使わねえみたいな。もう属性揃ってきてるからさ。とりあえず無凸でもいいかなと思っているんで、お願いします。まあ、多くの引きがマジ悪いんだよな、このアカウント。ほら。いや、ちょっとそれもさ、それもガチャ欲があんまなくなってるよね。こうなるからな。ちょっとな、そういうところは、マジ直してほしい。あと、このアカウントが死んでる。頼む。さあ、演出いいんじゃない？今んとこタクトしか出てねえぞと。よし、21個。お願いします。さあ、武器な。武器、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 武器。防具先行しがちなこのアカウント。来い！バトルシュート。いやいやいや、やばくない？これもう1万2000円だろ。さあ、プレステ5、PS5 買う金の額より下で出るかな？マジで PS5 買った方がね、お得な気してる。PS5 4万だろ。それ以外に出てくれよ。PS5 とかの性能とかめっちゃいいからさ。PS5 皆さんは買った方がいいと思います。はい、ということで、当たれ！がいいか。ちょ、待ってくれ。今んとこピックアップもゼロだよ。頼む。お願いします。さあ。来い！大きゅう。はあ、絶対 PS5 買った方がいいよ。さあ、ということで、星5確定枠1。決めてくれ。足りなくなったら、なんか、追加課金まであるからな。ちょっとマジで早めに決めてほしいな。2個。さあ、お願いします。バトルドレス。いや、マジか。きつすぎんかて。もうなんかここの速さでもさ、強敵に次移行できるかの速さ勝負にもなってるからさ、ガチャでめちゃくちゃハマったらもうさ、出遅れちまうのも嫌なんだよね。さあ、早く強敵借りに行きたい。今日雨なんだけどね。お願いします。プラチナトレイ。闇じゃねえ。え、この動画のタイトル闇ガチャってなんの？火力検証とかじゃなくて、火力検証とかじゃなくて闇ガチャっていうタイトル、これやばいんだよな、ほんとな。はい。相変わらずやべえ。ちょっとマジでさ、アカウント作り直した方がいいかもしんない。特感だわ、特感。演出はいいよ、光っている。決めてくれよ。さあ、お願いします。あんまりね、ネガティブなことは言いたくない。ドラクエウォークはね、めちゃくちゃ面白いと思ってやってるんで。応急。そう、最近ね、祠とかもね、やってるから。やることが多すぎる感があるけどな。結構やること多いよね。スペシャルメガモンスターとかあんまりいけてない、逆に。いや、演出いいけどね。え、マジなんでもこれ。あ。マイク入ってるか。え？さあ、ということで、ピックアップまで何もなし。いや、これかなり闇だな。え、危ない水着の時も闇っていう風にタイトルにしたけど、匹敵するよ、マジでこれ。嘘だろ。いや、本当に PS5 買った方がいいと思います。本当にこれは。皆さん、まあ、ちょっと売ってないっていう問題があるかもしれんけど、貯めといた方がいい。プレイステーション5だ、これはもう。さあ、さあ、お願いします。武器ね、ニューフェイストップス。防具ね、胴体強いっつってたから、ありがとうございます。こいつーって言いたいわ。でも
うん、ありがとう。いや、武器が出ねえと話にならねえぞ。ちょ、ジェムねえわ。ちょっとピキるね。マジか。天井とかあんのかな。マジ、ちょっと待って。ちょっと待って。パスワード要求だわ。TA 最中にパスワードじゃねえかよ。いや、マジか。きっちゅいんでちゅけど。ピキン。いや、ちょっとえげつねえな、ほんと。結構今回のガチャはな、セルラン1行くかな。セルラン何かコメント欄に書いておいてください。日付とともに。日付と時間とともに。1位はなんかどうかなと思うけどね、これ。チメラだったからで、ね。ギラだったらあるかなって感じだよね。さあ、200円目。天井はやめてくれ、マジで。マジで PS5 とソフトまで買えるから、天井は。そこをもう押してくよ、俺は。PS5 の、お、来たか ?PS5 前に来たか今んとこ3マグだから。まだ PS5 には届いてない。0.8PS5 ぐらい。さあ、来るかな ?2 個、2個、2個、2個。0.8PS5 で、引いてくれ!ゴシックパラソン。マジか。いや、キッチュイン。来てくれ!オーケーか。はあ、キチュイーン。なんだこのゲーム。いや、普通にホコラとかはさ、やってんだけどさ。おさあ、頼むって。今んとこほんと確定枠しか来てないよ。胴体1個。やばすぎん。1PS5 にどんどん近づいてきてるよ。4万で買えるから。さあ。さあ、どっちだ ?PS5 の方が安いのか、ブーメランの方が安いのか。ニューフェイストップス一突したな。強いな。いや、バギー、耐性が強いからね。そうだね。最初に言ったけど、耐性が強いから。いや、マジな。この動画のサムネイルどうしよっかな。闇火力検証とかいう、マジで意味わからんサムネイルになるぞ。マジで闇じゃん。やばいよ。天井行ったとしてさ、本当に1本しか引けなかったら。マジでやばいな。普通にさ、ボルケーノ1本、俺さ、無凸が2本なんだよね。メラ全体どっちで使うとしても、普通にブーメラン4凸でもまあいいんだけど。無理じゃん。過去最大の闇だぞ。今んとこ、体上2個。天井とか、あ、もう PS5 超えたんじゃない?はぁ、めっちゃ色変わってるけどなぁ。いや、無理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 、マジで無理。ちょっと無理。別にこのゲームを否定したいわけじゃないけど、マジで無理。きちゅい。2個?さぁ、お願いします、ブーメラン。とりあえず見せてくれ。もう出たらもう天井まで引かないまであるぞ。マジでな、逆に4凸むずいからな。長いかな。ちょっと待って、マジでタイマーがさ、時間がやべえことになってんじゃん。これ闇ガチャ動画だけに分けんの、まあ、まとめてちょっと火力を見せていきたい。いきたい。頭。いや、防具先行すんですよ、このアカウント、マジで。予言者じゃん。ありがとうございます。とりあえずニュー。これ、ピックアップ確定枠じゃん。武器はどうした、武器は。じゃあ、足もくれ、足も。今回一応見た目装備としても使えますね。このスーパースターになるには、このカツラつけるしかねえから。すげえカツラだけどな、虹色の。頼むぜ。さあ、20個。いや、闇すぎるからさ。さあ、ブーメラン上3個目。きついな。だったら下くれよ。防具コンプ。なるほど。まあ、メラ属性の防具はね、代用品がいろいろあるからね。今回マジ武器聞けたら、いいんじゃないかなって感じだよな。うーわー、引けねえ。闇すぎねえか。マジで闇じゃねえ。
あ、マジで確定上じゃん。そんなことあるか。いやー、じゃあ天井までにちょっと、あ、足くれ、足ないね。そしたらコンプってことになる一応。いやー、きついなー。ありがとうございます。ということで天井では一応1本確定しました。うーん、マジかー。ちょっとこれで虹3枚抜きしろ。あるぞ、武器3個。そしたら一気に3凸、そしたら4凸狙う。さあお願いします。バトルティアラ。おっ、胴体何個目。いや、これまずいよ。これマジでね、毎回そうなんだけどね。悟りの時も竜王の時もデスピサラの時もそうだけど、防具の1個めっちゃ偏って、防具だけ4凸2個分とかになる。で、武器が4個とか。ほら出たよ、衝突したんじゃねえか。わかんねえけど、わかんねえけど、これですわ。これも追えない、これ追えない。これを追ったらね、マジで防具ばっか出んだよね。マジデスピサロとか4凸するのに、防具が4凸2セットできるから、ちょっとこれで私はもうガチャ引退いたします。ありがとうございました。天井でした。んなことある？マジできついわこのゲーム。さあということでね、火力見せていきたいと思います。もうなんかテンションガン下がりしたわガチャは。まあ、とりあえずもう新職業スーパースターと、あとは強敵にかけます。私はもう今後のコンテンツ、このガチャはもう二度と回しません。マジで、いや1個武器引くのにこれはやばいだろうっていうことしか言えない。なんかネガティブな動画になったけど、これよ。まあでもな、まあいつも通りの闇ではなんかマジでさ、防具ばっか出るよ。まあ確率だろって言うと思うけど、ドッカンテーブルだろ。俺のアカウントはもう防具しか出ねえんだ。すげえぞこれ見ろマジでどうなっつる、どうなっつるんこれ。さあということでね、見ていきたいと思います。全部受け取ったかい。あった。え？胴体何個やねん。やばすぎだろう。スーパーノバ。いやもう絶対引かねえこれ。絶対4凸しねえ。4凸だわこれ。6万はやばいから、普通に。1.5PS5 のこのブーメランの火力見ていきましょう。さあ、いやもうね、ひどすぎてね、ちょっとこんな俺がネガティブな気持ちになってるのもわかるでしょ、これ見たら。察してくれ。はい、レベル50。そしてカツラ。マジね、きついからね。胴体何個よ。はあ、これが武器だったらってなるんだよね、いつも。それがでも毎回あった。その、悟りの時もそうだし、デスピサラの時もなんか防具1個を突して武器が1、2本。でも武器の時はあんまないんだよね、これが。まあちょっとな、闇ですわ。ということで火力の方見せていきたいと思います。まああとモーションですね、大事なのは。今回無知なので、うーん、レンジャーで見るか。いやーマジきついわやばいな今回マジでな、テンション下がりすぎたよかったらチャンネル登録してってくださいって言えないわ。マジで闇だった。サムネイルは闇になったわ、これ。いやー、天井あってこれってやばくない？天井ない時もね。まあ、そうだな。400年ハマるとかあった。どうしてそんな、
どうしてそんなことになってるんだい？ズラでしょ、トップスでしょ、足がないので、足はあのオーブルあたりで、でメラなんで炎のルビー、あとは攻撃力15つけまして、いやこれ強いかもね。でもねやっぱね、メラは心が強いから、まず絶対に入る究極メラな、最強メラ心、そしてメラの虹枠最強セルゲイナス、であとは赤も含めたらヘルコンドルもつけれるだろう、メラ特技と。いやすげえ強えと思う多分ヘルこの時点でやべえもん。で82か、これバギーだから、あと1個なんだろう、まあドラゴン、あ違う違う違う、メラか。まあ一旦金スラでいいか。81、77、82の5、おい、さて見ていきますか。メラ、じゃあということでこちら、見た目こんな感じになった。見た目悪くないけどな、マジガチャが出なすぎてマジでテンションが低い。ちょっと耐性とかはアバウトで、だいたいこの8の端でレベリングに使ったらこうなりますよみたいな感じで見ていきましょう。さあ最速、まずはスーパーノバ最大スキル商品ピース31、レッツゴー。もうある程度早い、1851。あれ強いな、ボーッとか言って音がちょっとしょぼくね。しかも影縛りか、強いかもな、まあ、鉄鋼魔人はさすがに倒せない。もう一回打つよ、モーションキュイーン、ドワッ、なるほど、いや早めだね、早めのパブロンだね。だからメラ属性で狩りするんだったら、まあボルケの一歩の代用にもなるんだよな。まあどっちの火力が出るかっていうのは気になるところではあるよね。であとは一応シャイニングエッジ、はい、星飛ばしていく。お、上がった、結構上がる確率高いのか、これは強いかもしんない、マジでこれは強いかもしんない。これはレンジャーで使ってもスーパーサイで使っても強いかもしんない。三河市普通に上げてって330、これが強いってなって普通に強武器認定されそうな気するわこの武器。まあそんな感じか。いやほんとはな、もっといっぱいな、調子よかったらな4突しよっかとかの考えになってたんだけど。さあそして素敵なダンスね、踊りに誘う、踊りやすそうなのはちょっと屋台ゴーストにしよう。お、来た。あ、そうですね、こういう風に休み効果になります。これさっきね説明で言ってた通り、さっき言っても20分前だけど説明で言ってた通り休みになるんだよね。学園展とかの時と同じで、まあ、踊り体制とかね、踊りガードとかあったんだけど、そういうとこだね。心であったっけ、踊りガード。でこれはまあ使えそうだよね、釣られて踊ってしまったってやつね。でこのブーメラン自体は多分ね、素敵なダンスもあって、あとシャイニングエッジをね、この三河市効果も普通に強いっていうね評価になるから、普通に強えと思うよマジで。であとはザメハがあるか、ザメハもまあね悪くないしね、普通にレンジャーで使ってもスーパースターで使っても強いと思います。ということでスーパーノバ、おさらいの火力、すごい笑顔なんだけど、俺は全然笑顔じゃねえ、すんげえすんげえすんげえ、ちょっと逃げるね。さあということで一応だけど同じ心でボルケーノウィップ見てみますか。ボルケーノウィップの場合は
魔力も複合されるんで、まあベストな装備っていうのが変わってくるんだけど、まあ一応ねちょっとベストに寄せてみますか。同じやつで見るよりは最大火力を見ていきたい。でベストに寄せた場合、まあ、一応ねデスピサロの方が攻撃魔力ついてるから上がる。で心はまあだいたいベスト、エビプリとかね金スラはめちゃくちゃベストなんだよね、まあ、心同じでいきます。でボルケノイプ、まあ、これと比べられるよねもちろんね。両方得意武器で一応盾だけ変えた、盾と下だけ変えた。であとはねこのねスパスタ防具引けてない場合もこのデスピサロとかでもね普通に火力出るからそれで使ってみてもいいと思う。さあボルケノイプ無凸は比較としてどのくらい出るでしょうか。小編ペン24。あーこんな感じか。280%の力は強いなこれ。なるほどね。モーション的にはボルケネップ早いけど、やっぱちょっと違うな基本的に。心多分これで、まあそうだな、やるだね。あいつがいるね、ブラックドラゴン、ブラックドラゴンつけたらって感じだけど、まあでもそんな上がんない気がする。一応見てみる、ブラックドラゴンつけ。そんなでも1800とかね追いつかねえぞ。やっぱね1周年後に出た武器がめちゃ強い。だから一応ね俺思うのはね、あの復刻ラーミアと悟りの復刻の時に5本、こんな感じだよね。力コーマ120、そうだな。いや強いのがまずとりあえずこれですね、ブラックドラゴン。これは複合でしかもメラ属性ダメージ上げるんで、特にまあブーメランで上がるかちょっと分かんないんだけど、ブラックドラゴンこうするとまあ一応ね最大火力だと思います。であと一応あるのがバリゲン、ホラビー、バリゲーンも大義 12% で、ね、会心あってコーマとか合わせていくとマーキンスラとそんな変わんないのかな。6789102プラス 12% 金スラは132プラス 7%、 まあ一応多分バリゲーンの方が上がるのかなって感じはあるけど、まあでも得意枠じゃなかったら関係ないから、多分ブラックドラゴンでちょっと火力が上がってると思います。ただまあブーメランは強いね。ボルケノイップがじゃあ一応その火力としては負ける感じかな。これ一応これブラックドラゴンの火力、はい、1591か。一応弱点まで含めて団地だね。やっぱり結構団地外感があるな。280% の倍率のお化けだな。やっぱりね世界中の時もそうだったじゃん、なんかクリクロで全然いいんじゃねえとか思ったら、やっぱ 400% の暴力で、クリクロ出る前、世界中出る前はクリク、世界中のパーセントってまあ360か370とか、まあそんなもんでしょうとか思ってたじゃん。だけど 400% とかぶっ壊れで、一応クリクロとか突き放したって感じだったじゃん。それと同じですね。ボルケーノでいいじゃん、メラ造成全体。メラ全体、ボルケーノでいいじゃんって。なるがちなんだけど、280% はやっぱり結構ぶっ壊れで、まあ、ぶっちぎるって感じですね、火力的には。で、一応、ボルケーノイップと比べるのは、デバフとかね、他のスキルが違ったりするから、まあ、使い分けでもあるし、両方強いっていう評価にはなるんだけど、まあ、マヌーサマホトーンね、眠る位置ね、あるから、ボルケーノイップ自体は強いです。ただ、全体火力として見たら、多分ブーメランの方が火力がちょっと段違いって感じですかね。で、あとね、スーパースタイル使ったらね、回復しながらとかね、いろいろあるから、普通に強いです。まあ、引くかどうかはちょっとね、まあ、俺はちょっとやみすぎてきついって感じです。皆さんは一応持ってる武器でね、考えたらいいと思います。今回に関しては全体武器なので、
まあ、全体武器って引くかどうかってやっぱり他のラーミア持ってるかとかになってくるので、まあ、そういうところで考えていくといいと思います。ということでのっちん TV でした。ここまでご視聴ありがとうございました。めっちゃ長くなったんだけど、まあ、これが闇です。闇をお届けするにはノーカットで出します。よかったら次の動画も見てください。それではまたな、バイバイ。